祭りだ祭りだーい祭りだーい。はいどうも、タストンです。長らくお待たせしました、生体祭やります。やっとですね、まあ引っ越しも落ち着いて、まあ生体の方もねもう導入できる感じになってきたんで、まあ、各水槽にメインだけじゃなくてね、各水槽になってくると思うんですけど、生体の方ガンガン入れていきたいと思います。まずはね、1体目のメイン水槽に入ってるカージナルたち、これがねまあ個体数が少なくなってきちゃったんで、まずはねカージナルなんてことないですね、カージナルテトラからいきたいと思います。ネオンテトラと違うところ、ネオンテトラっぽいじゃないですか、一瞬ネオンテトラっぽいんですけど、あのお腹がねネオンテトラより赤いんですね。うん、でね、丈夫で飼いやすいんでおすすめです。じゃあもうね温度合わせは終わってるんで、水合わせして投入していきたいと思います。水合わせのところとかそういうところは全カットするんで時間がないんでね、いきます。一応水合わせしながらの紹介になってくるんですけど、今ね1回目カージナルテトラでした。2匹目はこいつらになります。僕ねこれ初めて見ました、ハイフィンミッキーマウスプラティ。うん、これね見たことなかったんですよ。なかなかね入らない個体みたいで、ハイフィンでちょっとダルマメダカっぽいですよね、見た感じね。うん、これは可愛いんでね導入していきましょう。まあプラティといったらね、おとなしくて混泳もしやすい魚で有名ですからね、入れてっちゃいましょう。はい、じゃあどん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 生態入れていきたいと思います。まあ先ほど入れたねこのミッキーマウスプラティたちはねもう元気にやっておりますので、で次の生態はこちらになります。トランスルーセントグラスキャットフィッシュです。今いるんですよ、2匹いるんですけど、こいつらは追加生態になります。じゃあどんどん次の生態いきますよ。最近ちっこいね貝がこう生まれ始めてるので、貝を専門に食べてくれるお魚、多分もうすぐピンとくるかもしれないんですけど、見えない見えないよ、いた、アベニーパファーです。自分の口の中に入る貝だったら食べてくれるんで、貝の駆除には最適な生態です。はい、じゃあこいつの方も水合わせして入れていきたいと思います。はい、じゃあ次の生態ですけど、結構定番ですね、これゴールデンハニードワーフグラミー、かわいいですよね、かなり懐く魚で有名ですけど、こいつを3匹入れていきたいと思います。はい、無事入りましたね、おやって感じですね。はい、じゃあ生態祭も残すところね、次が最後の生態にします。こいつ見えるかな、レオパードクテノポーマっていう魚になります。肉食魚です。すさまじく可愛いですね。でこの子たちはここに入れたいと思います。あ、メダカさんは抜きますよ、ちなみにちゃんと、はい、ここに入れたいと思います。レオパードクテノポマ入れたんですけど、どこ行ったかな。もうね、入れた瞬間一生出てこなくなりましたね。なんで多分ね、ここら辺にいっぱい隠れるところがあるのが悪いんですよ。なんで別動画でちょっとレイアウトを崩します。はい、でちょっとね隠れ川はちょっと作ってあげるんですけど、
ちょっと観察しやすいように改良したいと思います。またそれはね、別動画で紹介したいと思います。生態たち、おさらいですね。まずこいつがアベニーパファ、元気に泳ぎ回っております。で、こいつね、ハイフィンのミッキーマウスプラディ、こいつらも元気に泳ぎ回っております。あ、ちなみにね、メダカ水槽にいたメダカたちはレオパードが襲来したことによってこっちのメイン水槽に一時避難してます。食べられちゃうからね。で、トランスルーセントね、大人たちの群れとは一緒にならないんで、なんかここにね、あれはエビだった、ここにああやって動いてます。本当は群れをなして泳ぐ魚なんで、まあ5匹で群れて欲しいんですけど、あんななってます。まあ時間が過ぎれば合流するんじゃないでしょうか。はい、じゃあ今回の生態祭はこれぐらいで終わりたいと思います。またね、生態たくさん購入することがあるかもしれませんので、その際またご視聴ください。この動画もし面白いと思ったらいいねの方お願いします。 Twitter、Instagram もやっています。興味があったらご覧ください。ご視聴ありがとうございました。ではまた。